一様に困惑の色は読み取れるものの迷いのない子どもたちの表情が脳裏に焼き付いている東日本大震災の地震発生直後に撮影した写真である岩手県釜石市宇野住地区の伝承施設「命をつなぐ未来館」で見た高さ15メートル超の津波が襲い 同地区の死者行方不明者は580人に上る地元の宇野住一生釜石東中の児童生徒は訓練通り付近の施設に逃げた標高は1 0メートル。迫る危険を察知するとさらに高台へ中学生が小学生の手を引いて走り命を守った写真は この経緯を捉える。先の県消防職員意見発表会で東根市消防本部の消防市長渡辺幸喜さんは「火災を起こしてみませんか」のテーマで主張を繰り広げ最優秀賞に輝いた台本通りに進む劇場型の避難訓練に違和感を覚え展開の筋書きを知らせない 完全ブラインド型に切り替えた機械で無害の煙を出し火災を起こすと初回はどこも失敗火災は皆さんの準備を待ってくれませんと呼びかけると次回は本気度がぐんと増すあの3.11から10年の節目は1か月後に巡り来る。 釜石の出来事、奇跡の記憶は私たちの備えを改めて問う。